パクソンフンは、韓国の元フィギュアスケート選手、現在は歌手であり、韓国の男性アイドルグループエンハイプンのメンバーである。韓国ソウル特別シオン大落出身。血液型は、O 型。ビリフト所属。フィギュアスケート選手時の主な戦績は、2013年初心者大会銀メダル、2014年、韓国フィギュアスケート選手権、ジュニア大会銀メダル、 2015年アジアフィギュア杯、アドバンスドノービスクラス金、メダル、2015年、ロンバルディアトルフィーアドバンスドノービスクラス金、メダル、2016年2017年ジュニア銀メダル。2002年12月8日、韓国ソウル特別シオン大落に生まれる。幼少期から重い弱視があり、右目がほとんど見えていなかった。4年間の懸命な治療の末に現在は、 回復しているが、負担が大きいものであったため、内向的な性格となってしまった。その孫文を見兼ねた両親は、彼が7歳の時にアイスホッケーを進めた。9歳の時には、体格の問題からフィギュアスケートに転校した。よりたくさん練習することができるスケートリンクを探し、小学校6年生になるまでに3回の転向を重ねた。孫奮は2015。 2016フィギュアスケートシーズンにアジアフィギュア杯とロンバルディアトロフィーの二つの国際的な上級初心者大会で優勝した。その後、2016、2017フィギュアスケートシーズンに国際ジュニアデビューを果たした。アジアフィギュア杯で銀メダルを獲得し、韓国代表としてエストニアで開催された ISU ジュニアグランプリに出場した。翌年も、 アジアフィギュア杯で銀メダルを獲得し、ポーランドで開催された ISU ジュニアグランプリに出場した。2018、2019フィギュアスケートシーズンではシニア競技の年齢制限を受けた。2018、2019ISU チャレンジャーシリーズでは2018年、アジアフィギュア杯と 2018CS インゲボルク、ゾラー記念アルペントロフィーの2大会に出場した。 ソンフンは、この頃から BTS のステージを見て、アイドルになりたいという思いが生まれ、ビッグヒットの練習生となり、2019年から2年間のフィギュアスケート選手とアイドル練習生の両立を選択した。2020年6月、CJE&M とビッグヒットエンターテイメントの合併会社であるビリフトラボとネットが制作したアイドルサバイバル番組アイランドに参加し、 最終選考に残った12人のうちの1人となった。後に男性アイドルグループエンハイプンのメンバーとして加入し、11月30日にデビューした。2021年9月2日、ジョン・ボン、ヒスン、ジェイ、ジェイク、ソン・フンが新型コロナウイルスに感染したことがウェバースを通じて発表された。隔離中、ジェイクが8月29日から咳と発熱の症状が、 見られ、管轄保健所に報告した後、先に PCR 検査を行い、30日午前に新型コロナウイルスの陽性判定を受けた。続いて、ジョン・ボン、ヒスン、J、ソン・フンも30日から似たような症状が見られたため、PCR 検査を行ったところ、陽性との結果を受けたと、経緯が説明された。8月25日の撮影現場の関係者の感染を受け、 8月26日から先制的対応を取り、自主隔離に入り、27日に貿易当局から新型コロナウイルスの濃厚接触者として自主隔離の対象者に指定され、9月8日までのスケジュールを全てキャンセルした。これに伴い、19日に予定していた韓国でのイベント、稽古タクト背後への出演を取り消したことも発表された。 9月5日にはニキモ新型コロナウイルスに感染したことが発表された。16日、メンバー全員が感知判定を受けたことにより、生活治療センターから対処し、全員隔離解除されたことが発表された。2021年9月27日、チャン・オニョンと共に KBS、ミュージックバンクの新たな MC を務めることが発表された。 10月8日より放送が開始され、初回は BTS のバターのスペシャルステージを披露した。ありがとうございます。